マ宗が、米作り以外の産業を奨励する一環として、始まった。伊達マ宗は、福島県伊達郡、モニワ村から、4人の紙すき職人を、現在の仙台市大白区の南部に位置する野牛に、招き、和紙作りの指導にあたらせた。蝶の皮から取り出した繊維に、とろろ青いの根の汁を加えてすいた丈夫な紙は、蝶賃や障子紙、包装紙など、 日常の中の様々な道具に用いられている。今では、和紙作りの農家は、野牛の1個だけとなり、菓子の包み紙や、松川だるまの型紙を作り、伝統工芸を守り続けている。色紙、包装紙、人形用紙、少女用紙、障子紙、はがき、しおり、便箋書道用紙江戸時代、福島県伊達郡 主には村から招かれた4人の紙すき職人の他に48個の家で和紙作りをしていたという。この付近の豊かな地下水と、高立山のふもとに吹き渡る風が紙すきに適していた。後には、近くの高館村、熊野道村、吉田村でも紙すきが行われ、生産量が増え、町でも紙を売る店が現れるようになり、野牛和紙が有名になっていった。 その普及に努めた小西理平の功績を称えた石碑が今も野牛地区の野牛寺の境内に残されている。明治から大正前半が最盛期で野牛全戸約90戸が和紙作りを行っていた。当時は近くの若者たちは野牛に行くと大白を食わせられると言って争って手伝いに来たという。またその頃の和紙の生産額は 中田前村の米の生産額を超えていた。野牛和紙の中でも、全国的に有名だったのは、狂人紙という和紙で、防水、防カビ、防虫の効果ある強くて、美しい紙である。しかし、1922年になると、長町に紙を大量に作る工場ができたり、西洋紙などが使われるようになり、手数のかかる野牛和紙は、需要が減少した。そのため、 次第に和紙作りの農家も減少し、1960年には10個の実となり、主に障子紙などを作っていた。近年になり、和紙の良さが改めて注目され、野牛和紙は様々な面で活用されるようになった。今では、野牛和紙作りの農家は、野牛の1個だけとなっているが、和紙の良さや伝統を伝える和紙作りの体験等を行っている。また、 近隣の小中学校の卒業証書は野牛和紙で作られているため、出身者は一度は触れたことがある馴染み深いものとなっている。ありがとうございます。